筋肉パフパフ？どこにパフパフする要素があるの？はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで、なんか前回終わりにもちらっと見えとったんやけど、姉子にびっくりマークがまた出ているんだな。さあ今回はなんだ。おう、アユナじゃないか。ちょうどいいところに来たね。あんたが作ってくれたマシン工房のおかげで作業が抜群にはかどってね。まあ邪魔なやつは来なくなったということか。手伝いに来てくれるやつはいるけど、ついに強力な兵器の開発につながるものすごい発明品を作る糸口がつかめたのさ。それはエネルギー物質ってものでね、この物質そのものが強大な力を蓄えてんだ。ララリの研究メモによれば、このエネルギー物質とかいう代物はメタルハンターが落とすハンター回路とかいうものと、ブリザードのブリザードロップ、フレームのフレームドロップで作れるらしい。お、全部持っとるぞ。個数あるかどうかわからんけど。あゆな、まずは各地で素材を集めてエネルギー物質を作るんだ。エネルギー物質を作る、すげえな。なんかエネルギー物質からは魔法インゴットを作ることができる。魔法インゴットを使って私たちにぴったりの武器を作っておくれ。魔法インゴットでできる武器なら必ず溶岩魔人をぶっ倒せる。そうすれば魔物との戦いを終わらせて、このマイラに光を取り戻すことができるんだ。最終的なボスが溶岩魔人ってことよね。エネルギー物質をひらめいた。すごいエネルギーを秘めた塊。抽象的な説明。何？強力な武器を作るんだ。なんか、大金槌っぽい感じの武器やね。とりあえずその、あ、エネルギー物質作れるやん。やったね。ささっと作ってしまおう。お、なんか思いついた？魔法インゴットをひらめいた。ミスリルを加工し、大きな塊にしたもの。で、その魔法インゴットとやらを作ったら、それから強力な武器ができると。なるほどね。お、なんか思いついた。魔法の大砲をひらめいた。イオナズンの呪文が込められた弾を撃つ巨大な砲台。お、すごい。イオナズンやってやばいね。魔人の金槌をひらめいた。あ、これじゃない？さっき姉子の頭の上で撮ったやつ。魔人の金槌、すごいパワーを秘めた巨大なハンマー。とても硬いものを壊せる。魔法の力を持つやって。魔法の鎧、輝く金属を加工した緑色に光る鎧。なんかいろんなものを思いつきよる。魔法の盾、輝く金属を加工した軽くて丈夫な盾。直接攻撃以外のダメージを減らす。あ、いいやんいいやん。魔導士とか結構敵で出てくるけんさ。光の剣を思いついた。輝く金属から作られた神秘的な剣、魔法の力を持つ。ほう。で、多分、姉子の頭の上で取った、さっきの魔人の金槌、これを作ればいいってことかな。でも私的には金槌は物を壊す道具で、戦いは剣でしたいんだな。ってことで、ちょっと光の剣を作っておこう。私はこっちで敵と戦うよ。そして魔法の大砲も作りたいんだけど、魔法インゴットとマグマ電池が足りない。魔法インゴットとマグマ電池ね。それも一応作っとこうね。マグマ電池。作っといて、まあ持ち運んで使うこともできるやろ、大砲って。魔法の大砲。これで。シャキーン。早く話しかけろよって姉子が横で言うけど。はい。できました。おお、これがあんたが考えた武器だね。へえ、魔人の金槌っていうのかい？ネーミングはいまいちだけど、ものすごく強そうだ。ありがとね、アイナ。私がつけてるってことになってるのかな、名前は。あんたに教えたエネルギー物質は、炎と氷の力を合わせ持つものでね。これもララエが研究していたものさ。まだその試作品みたいだけどね。なんでも炎と氷を融合させることで、爆発的なエネルギーを生み出せるらしいんだけど。そんなゲートを人間には無理な話さ。結局あいつは研究を完成できずに死んじまったよ。どうやら魔物が狙っているのも、その氷と水を一つに、炎と氷を一つにする方法らしい。全然違えし。まったく魔物どもめ。一体何を企んで嫌がるんだか。とにかく、よくやったよ、アイナ。魔人の金槌があれば勝ったも同然さ。さあ、準備ができたら、その魔人の金槌を引っ提げて、この地を支配する溶岩魔人を倒しに、溶岩地帯に殴り込みをかけようじゃないか。いよいよこの時だ。これでもう柄にもなく、頭を悩ますこともなくなるね。え、でもさ、何？溶岩魔人、今回のボスってさ、自分から来てくれないの？嵐が乗り込んでいくん。クエストコンプリート、マグマ電池。しかも、
まだ旅の扉揃ってないと思うよね。まだかかるってことかな。なんか、戦いのマークも出てないし。あれ、こいつじゃん。ベイパーだったっけ、こいつは。ギエラだった。聞いたわ、弱いな。あんたってはものすごい武器を作り出したんですって？準備ができたら溶岩魔人を倒しに溶岩地帯に攻め込むって姉が息巻いてたわ。ねえ、アイナ。溶岩地帯に攻め込む前に、一つ私からもお願いしたいことがあるの。お、なんだ？私からのたってのお願い。それはね。あんたにもう一度、このアジトの温泉をグレードアップしてほしいっていうお願いよ。え、そこ？わかってるわ。いよいよ一大決戦って時に、何言い出すんだって思う人がいることは。そりゃ思うさ。でもね。でもなのよ。こんな時だからこそ、裸でぶつかり合って仲間同士の結束を高める必要があるってわけよ。そうね。見ると気分が高ぶるようなものを温泉の中の壁に飾ってほしいわね。また壁掛け一つでなんかグレードアップするの。戦う気力が湧いてきそうな、こう、ムラムラと、じゃなかった、モリモリと、見るだけで力が湧いてくるようなもの、何か思いつかない？なんだ？お、思いついた。魔人の壁掛けをひらめいた。大きなハンマーが彫られた飾り。ハンマー？壁掛けは、どこだ？魔人の壁掛け。魔人。ロトかなどこね。オッケー。じゃあそっちで作って、温泉の壁に、え、作れんじゃん。武器屋の壁掛けを作ってから魔人ね。はい、武器屋の壁掛けを1個作った。で、魔人の壁掛けを、シャキーン。さあ、作って。これを温泉の壁に飾れば、グレードアップするの？今度はなんていう名前になるんやろうね。今、荒くれ温泉やろ。魔人の壁掛け、これだ。この辺の壁に、ドン。でかっ。アラクレ温泉が魔人スパアラクレになった。何それ、かっこいいな。お、走ってきた。ちょ、待って、通り過ぎすぎだよ。へいへい。あらあらあら、素敵じゃない。温泉をグレードアップしてくれたのね。温泉はグレードアップしてないけどね。これで溶岩魔人に戦いを挑むモチベーションも高められるわね。あんなんで高まるんだな。ありがとう、アイナ。あなたには、いつも無理言って悪いわね。そうだわ。せめてものお礼に、私がここぞって時に使うとっておきの技。筋肉パフパフやってあげる。何それ、地獄なんすけど。筋肉パフパフ？どこにパフパフする要素があるの？バフバフじゃね？いや、それも違うか。ゴツゴツ。いやーね、アイナったら、何を期待して目なんかつぶっちゃってるの？期待してねえ。うふふ、筋肉パフパフはまだ お預けよ。魔物のお枝玉を倒したらやってあげるわ。そんなもったいぶるようなもんでもないし、いらない罰ゲームか。さあ、筋肉パフパフのためにも、早いとこ溶岩魔人をぶっ倒しに行くわよ。もう倒さなくていいんじゃないかな。そっとしておこうよ。されたくないから。クエストコンプリート、薬草を3個。それがご褒美だと思ってるあたりが怖いな。ん？あ、次戦いか。ってことはちょっと一旦寝とこ。戦ってる途中に日が暮れてきそうな予感がする。これね、改造して、3人寝れるようにした。私だけちょっと離れてるけど。まあ気にせず。豪華なベッドでしょ。はい、おはよう。ってことで、さあ、戦いだね。あそこでまだ、姉子か。へいへい、姉子、戦いますぜ。おーアイナ、ちょっとまずいことになっちまった。どうやら桃のどもが私たちの動きに感づいたらしくてね。私たちが溶岩地帯に攻め込む前に、ここを潰そうと攻めてきてるらしいんだ。たく、ようやく準備も終わって、これからって時に。だけどまあ心配しなくても平気だよ。魔人の金槌があれば楽勝なはずさ。私は剣で戦うけどね。さあ、アイナ、魔物たちをぶっ倒す準備はいいかい？ほい。よし、アイナ、さっさと帰り討ちにして、お枝玉に溶岩魔人を倒しに行くよ。おし。ってことで、竜王軍バトル。すべてのモンスターを倒せ。んで、私装備ちょっとまだしてなかったかな。どこだ？光の剣、これを装備に入れて、装備して、
よし、オッケー。さあ、来い。あ、あ、もう、え、てかブリザードいるんだけど。え、いつもさ、フレイムなのに今回ブリザードなの？でもほらほらほら。あいつらそこの炎でやられてる。イエーイ、私が手を下すまでもないね。うん、ホークマン軍団。なんだなんだなんだ。え、ちょっと待って。君らさ、スイッチ踏んでないよね。君らスイッチ踏んでないよね。空飛んでくるとか卑怯じゃね？その、床用スイッチを、なんだと思っているのか。あ、ちゃんとん？仲間が吹っ飛んだのか？いやいや、なんか次々に吹っ飛んでいってるけど、君たちが行くの？ちょっと待って、とりあえずここの、あやー、焼かれる。やばいやばい。ちょい待ってね。じゃ、とりあえず、私は、この辺で魔法の大砲を使おうと思います。この辺りかな。へい。さあ、どうだ。ダメージは与えられているかね。あ、一応そっちに向かって飛んでいきようかな、これも。お、竜王軍団の隊長が、でかくね。届く？あ、届いたの？わからない。ダメージ与えようかな、これ。ね、当たってます？これ。もうちょっと、なんか、体力がね、表示されてないんだよね。あれはさすがに遠いか。でも、あの辺の地面が崩れよるってことは、まあ、いけるってことかな。ちょ、とりあえず壊して、持ち運ぼ。持ち運んで、なんかいっぱい落ちとる。ちょ、そっちに行かれたらね、大砲が使えないんだ。うぅ、すげえ勢いで吹っ飛ばされたね。ちょっと待って。光の剣。はぁ、ん？当たってないな。あ、ダメ。あ、回転斬りではない。縦斬り？縦斬りって言うんかな。うえ、すげえ勢いだ。ブシッって言った。あー、怖い怖い怖い。はぁ、でも攻撃力やっぱり結構。待ってよ、私がとどめを刺したかったのに。まあいいや、やっつけたね。みんなゆっくりと帰っていく。はい、バトルコンプリート。薬草を3個手に入れた。あの像すごい役に立つね。ブリザードには持ってこいじゃねえか。え、てか私さ、これさ、両方とも用意してたんだけど、炎の弾丸いらなかったの。へい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローをお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。今度からフレイムとブリザード両方来だすんかな。まあ、でもブリザードはあれで全然ガンガンやられてくれるけん楽勝。